新規の数チェックやっていきましょう。はい、どうもです。こんばんは。6周年最初の数チェックということで、まあ、本日はですね、新キャラだけですね。翼くん、そして日向くん、松山くん、新田くん、で、あとはバトルパスの佐野くんと箱の翼くんという感じで6キャラ見ていきたいと思います。まあ、ただ、ま、一回整理しておきますと、まあ、この日本ガチャに関しては、ま、2週間ぐらいやってますよね。で、まあ、月曜日からドイツガチャも来るということが決まってるみたいなんで、まあ、その辺の様子も見ながら、まあ、この辺のガチャやってもいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、早速ですけど、数値見ていきたいなと思います。で、まあ、いろんな選手調整とか、まあ、潜在覚醒が来てたんですけども、まあ、その辺はおいおいやっていくふうには考えてるんですけど、まあ、ちょっと見た感じだと、まあ、その最前線のキャラクターたちに並ぶような調整にはなってなかったのかなというふうにはちょっと思いましたね。はい、まあ翼くんから見ていきましょう。即属性の OMF 限定の選手ですね。ワールドユース系ですね。今回の代表はワールドユースの選手になってます。メイン技神技空中2段オーバーヘッド6周年ということで520威力ですね。一番強い高浮き技来ております。まあなんで技取りとしても使えますね。先行雷獣シュートの S525 威力、ウイングドリブルの S510威力ですね。でゴールデンコンビの A がついてます。まあドリブルとかシュートとか、まあ、この辺は最大技ではないので、まあ、一番強いのが持ってこれる方がいいのかなっていうのと、まあ、タックルパスカットとか、まあ、その辺をつけてあげなきゃいけないというところですね。まあ、あとはパスとかワンツーもそうですね。特技海外選手キラーの B ですね。 B っていうのは結構久しぶりに来ましたけども、海外選手に対してパラメータプラス 10% チム好きですけども、選手たちの協力各属性&1人以上 26% というものになってます。まあ、新チーム好きということで 26% が来てますと。でこれがですね、各属性1人ずつ入れれば良いというような感じのチーム好きになってます。絆即属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 5% ですね。まあ、なので6じゃないんだなといったところです。でホットライン日本選手からのパスを受け取ると次のコマンド選択時に高い浮き玉の必殺技威力プラス 5% ということで、まあ高浮きで受けた時に必殺技威力上がりますよというものになります。そしてハイボール要求 80% 封印無効化1つまでというところですね。まあ、潜在スキルが1個普段のキャラクターたちより少ないっていうところと、まあ、絆が 5% ということで、まあ、潜在スキルとか特技だけを見るとですね、まあ、そうでもないのかなっていう感じはしますけど、まあ、チム好きはね優秀なのかなと思います。4突で見ていきましょう。オフェンス 10% チム好き75バフ60ですね。こちらで見ていきます。スタミナが1352ということで、まあ、スタミナも決して多いわけではないという感じですね。取り急ぎですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技力合算したところから見ていくんですけども、まあ、バフ 60% だとだいたい前 50% で見てた時より2万ぐらい上がりますよというところがあるんですが、まあ、ドリブルが何も乗らない状態でなんと35万7千ということで、まあ、これめっちゃ高いですね。普通にもう超フェスの翼をかなり超えてますという感じになってます。そしてパスの値は32万6000、まあ、悪くはないですね。そしてワンツーが35万1000ということで、まあ、これも超フェス超えといったところでしょうかね。ただタックルが25万7000、パスカットが24万5000ということで極端なんですよね。かなりオフェンスに関してはもう何も乗らなくてもですね、超フェスを結構、まあ後で比較もしますけど超えるような数値が出てるんですけど、タックルパスカットはまあそれよりも全然低いといったような感じになってます。読み勝ちの補正ありで見ていくと、まあ、特にタックルからちょっと見ていくんですけど、タックルが31万2000、パスカットが29万7000ですよね。で、まあ、例えばこの翼くん自身がそもそもドリブルが35万ぐらい読み勝たなくても出てたと思うんですよね。まあ、そうするとこの読み勝って31万しかタックルが出せないってなってくると、まあ、当然ご了承されるというところになります。なのでだいぶ守備とオフェンスの差がすごい選手といったところですね。そして海外キラー 10% 乗ってくるとなんとドリブルが37万9000までいきますという感じです。まあ、バフ 50% の時とかで言ってたら、35万以上出てるという感じなんで、まあ、その直近来たフェスロベルトとかがパス値がゾーン最大値で35万とか出るようなキャラクターだったんですよね、バフ 50% の時に。まあ、なので、まあ、海外選手マッチすればですね、いざ
つでもそんぐらいのドリブル値が出せちゃうという感じのキャラクターになってます。そしてパスは347,000で、ワンツーが373,000ですね。なんで、まあドリブルとワンツー、まあどっち使ってもですね、フェスロベルト級のパス値と同じぐらいの数値を出すことができるという感じになってますので、まあ非常に高いかなというところです。まあただタックルパスカットに関しては、まあやはり低いんですよね。タックルが273,000、パスカットが261,000ということなので、まあ、読み勝って取れるかどうかというところですかね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルが331,000で、パスカットが316,000で、まあ、そのタックルが330,000だと、まあ、先ほど見たように、この今回の翼くんみたいな感じで350,000とか、まあ、340,000とか、まあ、そういう数値を出すようなキャラクターたちにはご了承されてしまうというところです。で、大体フェスコレのキャラクターっていうのが340,000ぐらい読み負けても出してくるんですよね。なのでそれにも届いてないという感じなので、まあ、タックルだったとしてもご了承されるし、それよりも低いパスカットに関してはより多くの選手にご了承されてしまうんじゃないかなというふうに思われます。そして気になるシュートなんですけども、まあ、一応一番高いのは高浮の数値になります。今回は高浮が必殺勢力 5%最大で上がりますので、まあ、パス受けてればもう必殺技威力上がりますから、まあ、そういう意味だと、まあ、1回でもパス受ければもう大体乗ってる状態にはなるのかなと思うんですよね。そうすると海外選手相手にシュート打ってあげると416,000という数値が出てきます。まあ、マーガスとかには届かないですけども、まあ、ヒューガ君のあのドリコレの540威力シュートを移植したぐらいの数値っていうのが出てるので、まあ、非常に強いかなと思います。まあ、今回ワールドユースの選手になるので、まあ、ヘルナンデスであったりとか、まあ、その辺も抜けるでしょうし、まあ、カリュサスとかもフォワードキラーですから、まあ、その辺もサクッと抜けるぐらいの数値にはなってますね。で、相手が日本選手だったとしても、高浮きで打ってあげると392,000で、地上シュートで379,000ですね。まあ、なんで若林とかは十分抜けるかなという数値です。それでは歴代の翼くんと比較してみましょう。まずドリブル見ていくんですけども、一番上に来ているのが海外キラーの乗った時の今回の翼くん379,000で一番高くなってます。何も乗らなくても357,000ということで、ドリブルに関しては歴代翼の中で一番高いですね。次に来ているのは、まあ、今回調整入ったキャラクターですね。海外キラーと読み勝ち両方乗れば346,000。その次に中学校が最大値で343,000。その次に超フェスでマッチアップマスター単体が乗ると335,000という形です。まあ、超フェスが335,000に対して、ね、今回の翼くん何も乗らなくても357,000と、まあ、2万ぐらい差つけてますから、まあ、これは相当、ね、ドリブル高いかなと思われます。続いてシュートですけども、シュートに関してはマッチアップマスター単体はゴールキーパー届く値じゃないので、一番上に来ているのが405,000で超フェスが一番強いという感じになってます。次に今回の翼くんが海外キラーが乗って403,000、まあ、なんで地上シュートであれば、超フェスの方が高いですよという感じになっております。高浮に関しては今回の翼くんの方が高いですね。海外キラーとホットライン、まあ、両方乗ってきて416,000で、今回の高浮を全部の翼くんに移植してるんですけども、超フェスが打つと399,000ですね。まあ、これでも地上シュートとほぼ同じぐらいの数値が出るようになってますから、まあ、非常に優秀じゃないかなと思います。で、ホットラインのみですね、ホットラインのみっていうところで、まあ、日本選手にシュートを打った場合とかだと思うんですけど、そういう時は392,000になってきて、超フェスよりも下という形になっております。まあ、なんでシュートに関してはそんな変わんないって感じですね。続いてパス見ていきましょう。455のフライングドライブパスで撮ってますけども、海外キラーが乗ってきて347,000ですね。前出たクラブの翼くんですね。日本キラーが乗って329,000。で、何も乗らなくても今回の翼くんが326,000。超フェスはマッチアップマスター単体が乗って322,000ということで、まあ、このパス値に関しても超フェスを結構大きく超えるような数値になってます。何も乗らない状態でも超フェスの特技乗った時を超えているということで、まあ、非常に490のワンツーとかをつけてあげるとご了承しやすい選手かなと思われます。続いて守備見ていきましょう。タックルなんですけども、タックルに関しましては、まあ、これも調整きた翼くんですね。海外キラーと読み勝ち両方乗ってきて325,000という数値が出てます。マッチアップマスター単体は守備に乗ってこないので、次に来るのがクラブの翼くんですね。日本キラー 20% 乗って304,000、そして超フェスが296,000ですね。まあ、この辺だったら、まあ、やっぱり読み勝てば取れそうかなといったところのラインにはなってます。
今回の翼くんですけども、海外キラーが乗って27万3000、まあ、これはどのぐらいと同じかっていうと、デバフの翼くんとか、海外キラーのキャプテンシー、まあ、この辺よりも低い数値という感じなので、まあ、よっぽど守備がね結構きついんだろうなっていうのはなんとなくわかるかなと思います。パスカットを見ていきましょう。マッチアップマスター単体乗らないので、一番高いのはですね、海外キラー 30% のキャプテンシーですね。304,000。次に来るのが代表の翼くんが298,000。で、超フェスが295,000ですね。で、日本キラーのクラブ翼くんが295,000。調整きた翼くんですね。海外キラーと読み勝ち両方乗って29万。今回の翼くんに関しては海外キラーが乗っても26万1000ということで、まあ、デバフの翼くんの読み勝ちの時とか、まあ、こういうところよりも、ね、数値が下がってくるということで、まあ、かなりパスカットも厳しめなのかなと思います。まあ、カジバが乗った時の前の周年の翼とか、まあ、この辺と同じぐらいの数値になってますから、まあ、そんなに高くないというところですね。同じ OMF なんですけども、まあ、一応フェスロベルトですね、こちらと数値比較してみたいと思います。ドリブル見ていきましょう。ドリブルに関しては、60% のバフ条件であれば、ゾーン最大値のロベルトが35万に対して、まあ、翼くんは何も乗らなくてもですねその数値を超えているということで、まあ、非常に高いということがわかるかなと思います。海外キラー乗ってくると379,000で、まあ、やはり大きく差をつけてますね。シュート見ていきましょう。シュートに関しては地上シュートはロベルトの方が上という感じです。ゾーン最大値で405,000。翼くんは海外キラー乗って403,000、何も乗らなくて379,000で、まあロベルトのゾーン半分ぐらいと、同じぐらいになってますね。高浮き見ていくんですけども、高浮きだと翼くん416,000まで行きますから、ゾーン最大値のロベルトの地上シュートも、まあ、普通に超えてますという感じですね。まあ、なんで今回の翼くんは、まあ、普通にピョンして高浮きで打ってあげた方が強いっていう感じになりますから、パスもらって、ホットラインだけ乗ってるのを確認したらですね、ピョンして高浮きしてあげた方がいいのかなというふうには思われます。まあ、そういう意味だと地上シュートとか低浮きとかいらないっていう感じですかね。続いてパス値見ていくんですけども、翼くんは490のワンツーで取ってます。まあ、若干ですけどもロベルトのゾーン最大値で377,000なので、まあ、そっちの方が高いですね。まあ、ただ海外キラー乗ってくると373,000でワンツー使ってあげればですね、このロベルトと、まあ、ロベルトのゾーン最大値とほぼほぼ同じ数値っていうのが、まあ、いつでも出てくるということで、まあ、これはかなり強力なんじゃないですかね。何も乗らなくてもね、ロベルトのゾーン半分ぐらいと同じになっているということで、まあ、やはりドリブルパス、まあ、あとシュートですね、まあ、この辺は翼くん非常に強いなという感じです。まあ、ただやはり守備ですよね。タックルパスカットなんですけども、まあ、ロベルトの何も乗らない状態で277,000ということで、まあ、海外キラーが乗ってもそこに届いてないですね。まあ、なんで守備はロベルトの方が全然できますという感じになります。で、パスカットなんですけども、パスカットもロベルト何も乗らなくて29万ですね。で、翼くんは特技乗って26万ですから、まあ、この辺もすごい差がありますね。まあ、この翼くんはやっぱり守備かなりできづらいかなと思います。まあ、特に日本選手マッチだとさらに下がりますから、守備れない翼という感じなんじゃないかなというとこですかね。まあ、翼くんの限界突破をですね、2突、タックルパスカットは振らないで、ドリブルパス、そしてシュートですね。まあ、この辺が最大値になるように振ってあげた場合がこの数字になってます。まあ、タックルパスカットに関しても振ってあげた方がですね、まあ、やっぱりワンチャン読み勝って取れそうなレンジっていうのが高く見えますね。振らないとタックルが25万9000でパスカットが24万7000っていうことになるので、まあ、よりフェスコレ以外のキャラクターにも、まあ、通されてしまう懸念っていうのが増えてくるような数値になってるのかなと思われます。まあ、なので、まあ、翼くんに関しては、まあ、できれば4凸で、まあ、最低でも2凸といったところになるんじゃないかなと思います。シュートアドキーパーのランキング見ていきましょう。まあ、今回の翼くんですね、まず地上シュートで今並べ替えてるんですけども、海外キラー乗ってくるとですね、40万3000という数値になってます。まあ、近いところで言うと、サンターナとか、まあ、ロベルトとかですかね。まあ、そういうところが近い感じになってます。まあ、あとミカエルとか、まあ、その辺と同じぐらいって感じですね。なんで地上シュートに関しては、この辺のフェスコレのキャラクターと劣らない、数値が出ますよという感じです。で、さらに、高浮きで打ってあげると、41万6000という数値が出るんですけども、まあ、41万6000っていうのは、まあ、今回の540威力を移植してあげたヒューガ君であったりとか、まあ、マーガスが42万ですね、地上で打って。で、高浮きで42万4000なんで、まあ、マーガスの方が高いんですけども、
まあ、その辺のキャラクターに近くはなってくるというところです。翼くん高浮きで打ってあげた方が強いですので、まあ、高浮きでちょっと並べ替えていくんですけども、まずホットライン、そして高浮き海外キラー乗って41万6千で、若林、ヘルナンデス、カリウサス、まあ、この辺はやっぱり OMF の選手ってこともあったり、ワールドユースの選手っていうことで、まあ、非常に、抜きやすいのかなと思います。で、まあ、翼くん抜きづらいところで言うと、まあ、やはり若島津ですね。若島津高浮きで40万6千っていう数値が出るんですけど、日本選手なので、翼くん、まあ、その数値も下回ってくるので、まあ、若島津に対して高浮きで打っても抜けないという形になってます。ヘルナンデスが何も乗らないと37万2千っていう数値になってて、シューターの属性に速っていうのを入れていくと、38万9千まで来ますね。ただ海外キラー乗った翼くんっていうのは41万6千出せるので、まあ、あのヘルナンデスもね属性不利なんですけど、十分抜けますよというキャラクターになります。まあ、若林とかも、ね、37万7千出してきますけど、ね、翼くん属性有利っていうのもあるし、高浮きのホットラインが乗ってくれば39万っていう数字が出てきますから、まあ、十分抜けますね。まあ、そういう意味では今使われているキーパーの中で若島津以外は抜けるという感じのキャラクターになってるんじゃないかなと思います。さあ続きまして、ヒューガ君見ていきましょう。即属性のフォワードの限定の選手ですね。メイン技が天下無敵の雷獣シュートの S、過去6周年ですね。540威力ということで、まあ、これ非常に強力なシュートですね。そしてタイガードリブルの S415 威力、モコタックルの S420 威力、全日本ドリームコンビの A がついてます。まあ、タイガードリブルが最大技じゃないということなんで、まあ、ドリブルパス、タックルパスカット、あとワンツーとかですかね。まあ、この辺をつけれる必要があるのかなと思います。特技は強烈な一撃の A、 ペナルティエリア内からシュートの必殺技をゴールキーパーにキャッチされた場合、次のゴールキーパーマッチアップ終了時まで相手ゴールキーパーのキャッチマイナス 10% ということで、まあ、なんかすごい強そうな気がしますね。まあ、ただペナルティエリア内から打ったシュートじゃなきゃいけないということで、まあ、使うハードルは若干あるという感じですね。チムスキは戦士たちの協力、各属性&1人以上の 26% ということで、翼くんと同じですね。3属性1人ずつ入れることで発動するチムスキになってます。絆、即属性が3人以上いると全員のパラメータープラス 5% ですね。まあ、こちらも絆は少し低めという感じなんでしょうかね。FM 効果1つまで、ドリブル移動距離強化5倍、必殺材力アップ、ドリブルの必殺材力プラス 10% ということで、まあ、潜在スキルも一つ足りない感じになってますので、まあ、潜在だけ見るとですね、まあ、そうでもないのかなといったような感じはします。4度で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チムスキ75、バフ60で見ていきます。スタミナ1354ですね。とりあえずブロック以外4凸で見ていきたいと思います。このヒューガ君に関してはパラメータアップ要素がないんですよね。まあ、ドリブルの技威力アップぐらいという感じになってます。技威力合算したところから見ていくんですけども、ドリブルはですね34万9千がいずれもという感じなので、まあ、これ高いですね。翼くんも、まあ、何もなくて35万7千ぐらい出てたと思うんですけど、まあ、最大値で37万とかでしたね。まあ、あれはちょっと高すぎるという感じなんですけど、まあ、ロベルトのゾーン最大値と同じぐらいの、ドリブル値出てますから、まあ、この辺はまあ高いのかなと思います。まあ、バフ 60% の基準で言うと34万を超えてくればですね、ご利用しレベルということにしておりますので、まあ、例えばこのヒューガ君がさっきの翼君にマッチアップすればですね、ドリブルで全然ご利用しできるという感じになってきます。パスなんですけども、30万6千ですね。で、ワンツー使うと31万7千ということで、まあ、これは読み勝てば抜けるといったようなところかなと思います。ただ守備ですね、タックルが24万2千、パスカットは20万ということで、バフ 60% で取ってこの数値はめちゃくちゃ低いですね。翼くんよりも、まあ、全然低い数値という感じなので、もうこれかなり通されちゃう、まあ、ほぼほぼ通されちゃうんじゃないですかね。読み勝ち補正ありで見ていきましょう。ドリブルとかは申し分ないですね。でパスも、読み勝って37万出てるという感じなので、まあ、この辺も十分読み勝ったら抜けるのかなと思います。まあ、ただタックルは読み勝って30万、パスカットは25万5千ですね。まあ、なんでこの辺かなり極端な感じになっております。で気になるシュートなんですけども、540威力の地上シュートが一番高くなっておりまして、41万という数値になってます。まあ、翼くんの高浮きが41万6千ぐらいだったんで、まあ、それをちょっと下回るぐらいというところですかね。でドリコレの方が若干高いっていう感じですね。やはり
で若林とかがフォワードキラー乗ってきて、まあ、どうかっていうところなんですけど、まあ、属性有利が乗るので、まあ、その分で超えてくる感じになりますね。42万9千という数値を出すことができます。まあ、若林がだいたい42万ぐらいという感じですから、まあ、その辺を若干超えるかなと思います。なんで若林抜けますね。で、まあ、ヘルナンデスとかも今回ワールドユースの選手になるんで抜けるっていうところと、まあ、島津が結局厳しいのかな。若干島津に届いてないという感じな気はしますね。まあ、カリウサスとかはかなりギリギリといったようなところになってそうかなと思います。まず歴代のヒューガ君と比較してみようと思うんですけども、まずドリブル見ていきます。今回のヒューガ君が34万9千で一番高くなってますね。読み勝ちと日本キラー両方乗ったヒューガ君が34万8千なんで、まあ、これも読み勝てはすごい強かったですよね。でドリコレが33万ということなんで、まあ、ドリコレの数値を、まあ、いつでも超えてますという感じになります。シュートを見ていきましょう。シュートに関しては、まあ、読み勝ちはキーパーに乗ってこないので、その辺覗いてみていくと、リンク20% 乗った時のドリコレですね。こちらが416,000で、今回のヒューガ君が41万ということなんで、まあ、ドリコレの方が若干高いということがわかります。パス見ていきましょう。パス値、まあ、今回雷獣パスで取ってますけども、読み勝ちと日本キラー両方乗った時の、中学校ヒューガー35万ですね。まあ、これはすごい高いです。そしてリンク 20% 乗った時のヒューガ君が32万で、今回のヒューガ君は30万ということで、パスに関してはドリコレの方が全然上って感じになってますね。守備見ていきましょう。守備に関してはまずタックルですけども、まあ読み勝ち、そして日本キラー両方の手前で31番で、まあ、中学ヒューガは守備も強いという形です。ドリコレがリンク 20% で27万3000、そして今回のヒューガ君ですけども、24万2千ということで、まあ、ドリコレ、まあ、リンうん、そうですね。まあ、ドリコレはリンクが乗るんで、いつでも27万出せますけど、今回のヒューガ君は24万ということで、それよりもさらに低いタックル値になっております。パスカット見ていきます。パスカットに関しても、中学校ヒューガが、まあ、非常に高いですね。読み勝ちとか日本キラー乗ってくると33万という数値です。ドリコレが27万5千。今回のヒューガ君は20万8千ということで、まあ、だいぶ、低いというところですね。すごい古いキャラクターたちとか箱とか、まあ、この辺よりも低かったりするということなので、まあ、かなり厳しいのかなと思われます。まあ、というところで、まあ、今回ヒューガ君に関しては、まあ、守備を結局限界突破しても、まあ、ほぼほぼ意味がないという感じのキャラクターになるのかなと思います。まあ、なんでおすすめとしては2凸というところでいいんじゃないかなと思います。まあ、4凸する必要があんまないって感じですね。もう絶対守備、まあ、ほぼ守備入れないっていう感じかなと思います。まあ、ドリブルパスとかは振っておくことで、まあ、非常にドリブルでのご了承またはパス側での読み勝ちっていうのがかなりできるようになってくるんじゃないかなと思われます。シューターとキーパーのランキング見ていきましょう。まずヒューガ君ですね。最大値41万というところで、まあ、ドリコレの方が若干上というところですね。41万6千で、まあ、日卓のゾーン最大値の方が若干上ぐらいの感じの位置づけになっております。まずカリウサスなんですけども、若干超えてますね。カリウサスが40万9千ですから、ヒューガ君はゼロ距離で撃てば入るという形になります。そして若林ですけども、フォワードキラーが乗って42万ですね。でヒューガ君は属性有利が乗ってきますから、キーパーの属性に力っていうのを入れてあげると42万9千ということなので、若林超えますという感じですね。まあ、なんで若林も抜くことができるキャラクターになってます。でワールドユースの選手なので、ヘルナンデスとかも十分超えてますね。ヘルナンデスがだいたい属性有利がの相手に乗ってきて39万ぐらいという感じでしたね。であとは若島津なんですけども、若島津が日本キラー乗って39万7千、でここにシューターの属性で速っていうのが入ってくると41万6千ですね。なんでフィジカル褒め込みの若島津っていうところであれば、同バフとかの条件であれば止まるのかなという感じにはなります。続きまして松山くんですね。こちら見ていきましょう。力属性の DMF の選手です。メイン技がリバースパスカットの S500 威力、そして懸命のディフェンスの S490 威力、イーグルパスの S420 威力、巧みなボールキープの S380 威力がついてます。
まあ、タックルパス感に関しては最大技になってますけども、ドリブルパスは最大技じゃないので持っていきたいかなというところですね。特技は読み勝ちマスターの A、 マッチアップで読み勝つとパラメータプラス 30%、 チムスキは超団結、力2本&5人以上の 25% ですね。絆、力属性の日本選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 6% ですね。まあ、これは 6% キャラになってます。そしてコブ、日本選手マッチアップで勝利すると味方の日本選手は次のコマンド選択時にパラメータープラス 3%、まあ、これもまあそんなにすごい上がり幅ではないですね。自動パスカット強化 60%、そして根性という感じです。まあ、これも潜在スロットが一つ足りなくて、まあ、これだけ見るとまあそこまでといったような感じですかね。まずは4凸で見ていきましょう。フェンス 10%、 チム付き 75%、 バフ 60% ですね。スタミナが 1355、 シュート以外4凸で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていきますけども、何も乗らない場合ですね、読み負けた時という感じなんですけど、ドリブルが31万、パスが32万7000、タックルが32万9000、ブロック35万2000、パスカット34万2000という形ですね。まあ、守備に関してはブロックパスカットとかは読み負けてもそれなりな数字が出ているというところです。まあ、ただ読み負けて取れるほどではないですね。まあ、36万ぐらい出てたら読み負けても取れる、ワンチャン取れるかなといったところのラインになります。まあ、ただここに読み勝ち 30% が乗ってくると、ドリブルが37万で、パスが38万8000、タックルが39万、ブロックが41万8000、パスカット40万ということで、まあ、非常に読み勝った際の数値が高いですね。読み勝って、まあ、その例えば読み勝った時の数字がパスで38万8000とかになってると思うんですけど、まあ、これロベルトとか普通に超えてる数字なので、まあ、ご両親がね、読み勝ちなんでできるわけじゃないんですけど、ね、読み勝ったらもうほぼ抜けるという感じの性能になってます。タックルパスカットに関してもこれ読み勝って、まあ、この数値が出てるんで、読み勝ったら十分取れるという感じですね。ここに読み勝ちの補正ありで見ていくと、まあ、凄まじいですね。ドリブルが45万、パスが46万なんで、まあ、12分抜けるという感じです。でタックルも47万で、ブロックが50万ですね。読み勝ってブロックが50万になるので、まあ、今マーガスが最大値になってて42万5千ぐらいなんですけど、まあ、この辺が余裕で止まってくるという感じになります。そしてパスカットも48万7千ということで、まあ、この辺も余裕で止まりますね。まあ、なんでこの松山くんはご利用しされないですね。読み勝ったら、取るし、読み勝ったら抜くという感じのキャラクターになってます。まあ、非常にあの読み勝った時の数値は高いですね。歴代の松山くんと比較してみましょう。ドリブル見ていきます。読み勝って37万ですね。ぶっちぎりで高いです。フェスとかが31万5千という数値で、今回の松山くん読み負けてもですね、31万2千という数値なので、まあ、フェスと変わらないですね、そんなに。なんでそういう意味だとこの松山くん数値めちゃくちゃ高いですね。パス見ていきましょう。フェスのパスとかをね、移植したことになってるんですけども、読み勝って38万8千ですから、まあ、この辺もぶっちぎって高いですね。何も乗らなくても32万7千で、まあ、なんとフェス超えてるというところです。まあ、これは驚きですね。まあ、ただフェスとかと違って封印してくれるわけじゃないですから、まあ、そういった部分で、まあ、読み勝ち勝負っていうのはまあ結局強いられてしまうのかなというふうには思われます。タックル見ていきましょう。タックルも読み勝って39万1000、まあ、非常に高いですね。読み負けて32万9000で、フェスは読み負けて3、まあ、読み負けてというかフェス何も乗らなくて31万2000なんで、フェス超えですという形です。まあ、非常に強いですね。まあ、一応今回調整来た松山くんとかも入ってるんですけども、ね、読み勝ち 50% 乗ればあのフェスの数値を超えてくるという感じのキャラクターに上がってますね。ブロック見ていきましょう。ブロックはなんと読み勝つと41万8000。これは高いですね。そして何も乗らなくて35万2000ということで、まあ、読み勝ったらもうブロック しっかり止めますね。ということで、まあ、この辺の松山くん非常に高いなと思います。まあ、フェスとかは全然ブロックできなかったと思うんですけども、まあ、カジバと読み勝ちのこの、J リーグとか、まあ、この辺も超えても余裕で超えてますね。そしてパスカットを見ていきましょう。今回のパスカットをですね、全部の松山くんに移植してるんですけども、今回の松山が読み勝ち乗って40万。何も乗らなくて34万2千。フェスは30万というところで、すごい差がありますね。まあ、なので、
そもそもの基礎数値として、フェスをかなり圧倒的に超えているといったようなところですかね。で、まあ、絆の点は同じですけど、封印するかどうかっていうところとか、ホットラインとか、まあ、この辺加味して、まあ、どっちの方がいいかっていうのはデッキに合わせてになるのかなとは思うんですけど、ステータスだけで言ったら、今回の松山くん、歴代松山の中でぶっちぎって高いですね。今回の松山くんなんですけど、まあ、取り急ぎめちゃくちゃ数値が高いんですよね。まあ、なので、ぶっちゃけ、ドリブルパスだけ、限界突破すればですね、守備は、無凸でもですね、全然読み勝ったら取るといったようなキャラクターになってます。これが今、守備振ってないんですけど、技威力最大のものっていうのがもうタックルパスカット最初からついてるので、読み負けても、タックル31万5000出ますし、パスカットは32万8000出るという感じになってます。で、これに対して読み勝ちさらに 30% 乗ってきて、タックルが37万5000。で、ブロックは39万4000、パスカットが38万9000と。で、大体34万超えてればですね、読み勝ったらもう取るので、そういう意味だと、守備振る必要ないですね。なんで、この松山くんはもう取れたら無凸で、ドリパスだけ振ってあげて、まあ、極力、ドリパス強い技つけてあげれば、攻守ともに使えるキャラになると思いますね。続きまして、新田くんですね。見ていきましょう。技属性のフォワードの選手ですね。メイン技が気迫のハヤブサシュートの S465 威力、そしてハイスピードドリブルの S415 威力、急加速パスカットと S440 威力、切り込みスライディングの S450 威力がついてます。守備が逆に最大技になっているという感じの新田くんですね。なんで、ドリブルとかパス、ワンツー、まあ、この辺は持ってこないといけないっていうのと、まあ、シュートを打たせようと思うとシュートもつけなきゃいけないという感じですね。特技は奮闘の A、 マッチアップ相手の選択した必殺技が自分の選択した必殺技より威力が高い場合、パラメータープラス 20% というものです。まあ、なんで技威力上げるときに少し、まあ、気をつけた方がいいような特技になってます。チムスキー超難血技日本&5人以上の 25%、絆日本のワールドユース選手が3人以上いると全員のパラメータプラス 6%、日本のワールドユース選手が3人以上いると味方に対するパラメータ低下効果を 3% 軽減ということで、まあ、上下9だから、まあ、優秀なんじゃないかなとは思うんですけど、日本のワールドユース選手っていうハードルは結構高いですね。そしてドリブル移動距離強化5倍、ローボール要求、センタリングを低い浮き球で受け取る発動率 60% ということで、まあ、絆以外は、まあ、ドリブル移動距離強化とかいいと思うんですけど、まあ、この辺がやっぱり微妙というところですね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、チムスキ75、バフ50で見ていきます。スタミナが1350ですね。まあ、取り急ぎブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていくんですけども、まあ、一応最大技、まあ、全部最大値でつけてます。何も乗らない場合ですね、奮闘外されちゃった場合という感じですけども、ドリブルが31万。で、パスが28万3000、ワンツー使って31万。タックルが22万6000、パスカットが24万2000ということなので、まあ、ちょっと読み勝ちの補正ありで見ていきますけども、ドリブルパスワンツーですね。まあ、この辺に関しては読み勝てば抜けるのかなというところですかね。まあ、ただパスちょっと怪しいですね。まあ、35万ぐらい、さっきの松山くんとかだと読み負けてもですね、35万ぐらいのブロック値出してきてたと思うので、まあ、そういうキャラクターには刈り取られちゃうという感じの性能ですね。で、タックルパスカットですけども、奮闘乗せれないとよっぽど厳しいという感じになってます。まあ、もう大体のキャラクターが30万超えの、ステータス、読み負けても30万超え出してきてるような感じになってきてるので、そうするとゴリって普通に行かれちゃうなというところですね。ただ、奮闘が 20% 乗ってくるとですね、これ結構高いですよ。ドリブルが35万3000、まあ、460威力つけれた前提ですけども、35万3000ですね。まあ、こうすると、ヒューガくんの、ドリブル値より高くなってますね。そして、パスなんですけども、31万8000。まあ、これ読み勝てば抜ける数値までは来てます。で、ワンツーが35万2000ということで、まあ、これもヒューガくんより高いですね。タックルは25万5000、パスカットは27万3000ということで、まあ、守備に関してもやはり厳しいといったような印象ですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルが31万1000、パスカットは33万5000ということで、まあ、翼くんであったりとか、まあ、あとヒューガくん、ドリブル35万とか出てたと思うんですけど、まあ、そういったキャラクターにご了承されちゃうというところです。フェスコレとかも止まらない数字という感じですね。34万の数字を切ってくると、ご了承されてしまうといったような数値になります。で、気になるシュートなんですけども、奮闘がですね、ゴールキーパーに乗ってこないので、
一番高いのが地上シュートで打った時に37万1千ですね。まあ、これはそこまで高い数字ではないというところです。まあ、翼くんとか41番だったりとか、まあ、ヒューガくんも41番台でしたね。まあ、その辺には遠く及ばないといった数字になってます。歴代の新田くんと比較してみましょう。ドリブル見ていきます。奮闘が乗ると35万3千ということで、まあ、ゾーン最大値のバイタルとかにいるような新田くん、ドリコレの新田くんも超えてますというところですね。まあ、非常に高いんじゃないかなと思います。シュートですけども、まあ、フント乗れば一番高いんですけど、これキーパーに届く値じゃないので、最大値に関してはドリコレですね。41万2千、ゾーン最大値の PA 内という感じです。今回の新田くんは37万1千ということで、まあ、ドリコレが41万に対して37万ということなんで、まあ、この辺はだいぶ差があるのかなと思います。だからシュートが、まあ、結構決めれないキャラクターになってくるかなというところなので、まあ、シュートいらないかもしれないですね。パス見ていきましょう。パス値に関してはフント乗ってくれば31万8千で一番高くなってます。まあ、ドリコレが29万1千が最大値というところで、まあ、この辺と比べても高いですね。タックルパスカット見ていきましょう。タックル値に関してはドリコレが29万6千、まあ、全員に450のタックルつけてます。今回の新田くんは25万5千ということで、ペナルティエリアとかバイタルにいない時の、ドリコレの、タックル値、まあ、これを下回るという形になります。パスカットを見ていきましょう。パスカットに関しては高いですね。新田くんの中では高くなってます。奮闘が乗れば27万3千ですね。まあ、ただ27万の場合は読み勝っても33万ぐらいということなので、まあ、フェスコレ系のキャラクターは止まらないという感じのステータスになります。まあ、というところで、まあ、新田くんの限界突破に関しましては、まあそうですね、守備いらんのかなといったようなところでしょうかね。まあ、なんで二突でいいんじゃないかなといったところです。まあ、ドリブルパスに関しては非常に高いので、まあ、あとシュート結局できないって考えるんであれば、もうシュートも振らなくてもいいのかなといったところですね。まあ、結局フォワード限定のキャラになるんで、若林とかカリウサス、まあ、この辺が抜きづらいっていう感じですね。まあ、ヘルナンデスに関しても、まあ、37万しか出せないってなると、その辺も結局抜けないっていう感じになっちゃいますね。まあ、そうすると少し用途として、シューターの用途としては、まあ、使う頻度低いのかなといったところですかね。まあ、そうすると無凸でいけるっていう感じになってくるんですかね。続きまして佐野くん見ていきましょう。これは即属性の OMF 限定の選手ですね。メイン技が軽技タックルの S400 語彙力、そして軽技パスカットの S450 威力、ネズミドリブルの S400 語彙力、軽技パスの A がついてます。特技はサポート自投の A、 1人でのディフェンスマッチアップ時 60% の確率で味方の自投がマッチアップに参加する。まあ、自投と一緒に使った方がいいよみたいな感じですね。チム付きは超団結、即日本&5人以上の 25%、 そして絆ですね。即属性の日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 2%、 即属性の日本選手が2人以上いると味方に対するパラメータ低下効果を 8% 軽減ということで、上下10なので、まあ、これ自体は高いのかなと思います。まあ、今回からあれですね、絆の中にガードが入るという感じになってきましたね。フィム効果一つまで、自動パスカット強化 60%、必殺打力アップ、全ての必殺打力プラス 10% ですね。まあ、この佐野くんに関しては全部埋まってるというところですけども、まあ、絆以外はまあそんなにというような感じですかね。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チーム付き75、バフ60で見ていきます。スタミナが1254ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。技威力合算したところから見ていくんですけども、まあ、ドリブルとかね、最初からついてないので、もし500威力とかをつけることができればという感じにはなってきますが、なんと35万1千という数値がドリブル出ますね。まあ、これはヒューガ君より高い数字がいつでも出せるということで、まあ、非常に優秀かなという感じです。シュートは29万2千ということでできないですね。でパスに関しては33万7千ということで、まあ、これも読み勝てば十分抜ける数字になっているっていうところと、まあ、34万近いですから、ワンチャンゴリ押しとか、まあ、そういうところも見えてくるのかなと思います。ただ守備ですけども、タックルが25万8千、パスカットが24万2千ということで、まあ、これも結構厳しい守備値になってますね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルが31万、パスカット29万ということで、まあ、さっき見てきた翼くん、日向くん、そして新田くん、松山、そして佐野、まあ、全員にご了承されますね。まあ、だからそんな感じのが今回多いですね。言ったら今回出たキャラクター、オフェンス値、まあ、非常に高いキャラクターが多かったんですけども、守備値が極端に低くてですね、まあ、その
全員が全員ご了承されてしまうといった感じの性能になってますね。歴代の佐野くんと比較してみましょう。まずドリブル見ていきます。今回の佐野くんが351,000ということで一番高いですね。前のガードの佐野くん、J リーグ344,000、読み勝ちが乗って344,000ですね。でマルセイユの佐野くんが318,000ということで、まあ、群を抜いて高いかなと思います。パス値見ていきましょう。パスに関しても一番高いですね。337,000。その次に J リーグがサイドと読み勝ち両方乗って328,000、マルセイユが315,000ということで、まあ、これも群を抜いて高いという形になります。守備見ていきましょう。タックルパスカットですけども、この辺はですね、 J リーグが300,000ですね。サイドと読み勝ちで300,000、マルセイユが280,000、そして今回の佐野くんに関しては258,000という形ですね。まあそうすると、まあやはり他佐野くんと比べるとだいぶ低いのかなと思われます。パスカットも見ていきますけども、こちらも J リーグが一番高いですね。サイドマスターと読み勝ち両方の手295,000、マルセイユが281,000で、今回の佐野くんが242,000というところです。まあ、J リーグの読み勝ちのみとか、まあ、そういう数値よりも低くなっているので、まあ、よっぽどご了承されちゃうなというところがわかるかなと思います。まあ、なのでバトルパスの佐野くんに関しましても、まあ、やはり守備がいるんかなっていうふうにはちょっと思っちゃいますね。まあ、ただ今回の佐野くんはドリブル500威力をつけることができれば強いというところはありましたから、まあ、500威力のドリブルがあった方が絶対いいですね。まあ、シュートも絶対使わないかなと思いますので、まあ、佐野くんに関しても、まあ、守備と、あとはシュート、まあ、この辺がいらないということで無凸で使えるんじゃないかなと思います。それでは本日最後ですね、配布された6周年翼くん見ていきましょう。技属性の OMF 限定の選手になってます。メイン技がスカイダイブシュートの S490 威力、そしてサンターナターンの S440 力、フライングドライパスの S455 威力がついてます。特技は全力全開の A、 全力サッカー発動中全パラ 15%、 チムスキー超団結技2本&5人以上の 24% ですね。まあ、なんでこの辺もチムスキーもちょっと微妙という感じです。絆、日本選手が2人以上いると全員のパラメータプラス 4.5%、 日本選手が2人以上いると味方に対するパラメータ低下効果を 2% 軽減ということで、絆によるガードという感じですね。合計 6.5% になってます。自動パスカット弱体化、相手チームの DMFDF は自動パスカット強化による必殺技発動率マイナス 20% と、まあ、これ自体はいいとは思うんですけどね。まあ、他にあとは何もついてないというところです。4突で見ていきましょう。オフェンス 10%、 チームスキー75、バフ60で見ていきます。スタミナが1252ですね。ブロック以外4突で見ていきましょう。はい、数値としてはこのような形になっております。まあ、一応技威力全部最大のもので見ていくんですけども、何も乗らない場合ですね、ドリブルが298,000、パスが268,000、ワンツー使えば289,000、タックルが221,000、パスカットが216,000ということで、まあ、守備はよっぽど厳しいというところでしょうかね。ドリブルで読み勝つ分には抜けそうというところと、ワンツーで読み勝っても、まあ、ギリギリ抜けそうかなと思います。パスで読み勝った時に34,000ぐらいしか多分いかないので、読み勝ちの補正ありで見ていくと32,000でしたね。パスで読み勝った時に327,000なので、まあ松山くんとかがね、読み勝たなくても34,000-35,000出してきてましたから、まあそういったキャラクターにも取られちゃうというところで、まあ結構厳しめのパス値かなと思います。全力全開 15% 乗ってくるとドリブルが326,000で、パスは293,000、ワンツーが316,000ですね。まあ、なんで読み勝てばこの辺通せそうなところまでは来ております。タックルが242,000、パスカットが237,000ということで、まあ、これはちょっと厳しいのかなというところですね。読み勝ちの補正ありで見ていくと、タックルが294,000、パスカットが287,000、まあ、300,000も切っているということなんで、まあ、大抵ご了承されちゃうのかなと思われます。まあ、オフェンスに関してはドリブルワンツーで読み勝つ分には十分抜けそうですね。でパスはまあ350,000台ということなんですけど、まあ、ちょっと怪しいですけど、まあ、読み勝てば概ね抜けるというところかなと思います。最後に改めてですね、今回出た日本選手のキャラクターたちを直近のフェスコレですね、まあ、ロベルトであったりとかヒューガ君、あとは松山、そしてシェスターマーガス、
で、まあ、ディアス君、チョーフェス、翼、ミカエル、まあ、この辺とですね、あの数値的な比較をして、まあ、どのぐらい、まあ、あの前のフェスこれからブーストしているのかなというところを見ていければなと思います。まずドリブルなんですけども、まあ、これだけの面々の中で、翼君が海外キラー 10% が乗って37万9千ということで一番高くなってます。まあ、これはやっぱり高いですね。松山君とかも37万を出すことができて、まあ、非常に高いんですけど、読み価値限定というところですね。で、翼は日本選手相手だったとしても35万7千で、まあ、これだけの面々の中で一番高くなってます。で、その次に来てるのは新田君が35万3千ですね。で、佐野君が35万1千で、その次にロベルトのゾーン最大値で35万という感じです。なんで今回出た新キャラのドリブル値に関しては、まあ、ヒューガ君以外はまあ、ロベルト上という感じになってますね。で、その次にロベルトとほぼ同じで、ヒューガ君が34万9千。で、この辺からまあ少し横並びですけども、ディアス君がバイタルか PA にいれば34万8千。で、マッチアップマスター単体の翼君が33万5千。ミカエルが33万4千。で、中央バイタルにいる時のシェスターですね。こちらが32万3千。で、まあ、マーガスとかはドリブルの威力が低いんで31万と。で、松山くんは31万5千という感じですね。まあ、なんで、フェスコレ、直近のフェスコレを抑えてですね、ドリブルに関しては、今回の、ね、新キャラはかなり高いのかなと思われます。それではシュート、地上シュートですね。こちらちょっと見ていきたいんですけども、マッチアップマスター単体は乗らないので、マーガスですね。こちらが42万で一番高くなってます。で、次に来てるのは、ドリコレ・ヒューガが41万6千。日卓の奮闘もキーパーに届かないですね。で、そのまま次に来てるのが今回の飛躍で41万。そして地上シュートに関しては、超フェス翼が40万5千。で、ゾーン最大値のロベルトが40万5千。今回の翼くんが海外キラー乗って40万3千。ミカエルが40万2千。で、PA 内バイタルにいる時のディアスくんが40万という形ですね。まあ、なんで、まあ、40万超えというところが、まあ、ドリコレドリフェスっていうところから、まあ、少し41万とか41万後半、まあ、マーガスに近いキャラクターですよね。まあ、こういうところがちょこちょこ見え始めてるのかなというふうに思われます。続きまして高浮きですけども、翼くん、あのマッチアップマスター団体は乗らないので、高浮きで一番強いのはマーガスで42万4千までいきますね。で、奮闘は乗ってこないので、今回の翼くんが海外キラーとホットラインの高浮き、まあ、こちらが乗ってくれば41万6千ということで、マーガスの次に来てます。まあ、ヒューガ君の地上シュートとかも41万6千だったんで、あのドリコレヒューガの地上シュート同じぐらいの高浮きシュートが海外選手相手であれば打てますよという形になりますね。そして超フェス翼が39万9千で、ホットライン高浮きのみっていうところでも39万2千という数値が出てますから、まあ、翼くんに関しては、まあ、あの日本選手相手だったとしても、まあ、若林とかですよね、まあ、というところも抜けるのかなという感じになってます。ロベルトとかが38万9千、まあ、ディアスくんは38万7千という感じで続いてますね。まあ、なので、まあ、今回で言うと本当に41万中盤から後半っていうところが、まあ、今後、まあ、マーガスに近いものっていうのが基準になってくる可能性も、シュート的にはありそうかなと思います。まあ、なので、まあ、一応まだ前回出たマーガスが一番強いシューターというところにはなりそうなので、まあ、今回の一発目のキャラクターたちでマーガスを超えるっていうところが出てくることはなかったという感じですね。続いてパスの数値見ていきましょう。まあ、全て本当にワンツーも含めた最大技つけてるんですけども、読み勝ち乗った時の松山くんが38万8千で一番高いですね。まあ、ただ読み勝ち限定なんでご利用せるわけではないというところです。で、ロベルト、こちらが37万7千ゾーン最大値というところで、これはかなりご利用しが効く数値ですね。それに近いのが翼くんのワンツー海外キラー乗った時で37万3千。まあ、ゾーンとかじゃないので海外選手マッチだけでこれだけ出せちゃうというところは強いんじゃないですかね。ディアス君は強いワンツーが来たことによって36万という数値が出てますね。これがバイタルにいれば出せるということで強そうですね。そしてマーガスが36万で、翼くん何も乗らなくても35万1千。超フェス翼がマッチアップマスター単体で34万7千。シェスターは中央エリアバイタルにいると34万7千。まあ、シェスターが中央バイタルにいても全然強いと思うんですよね。まあ、ミカエルとかも34万3千とか、まあ、こういうのは全然強いと思うんですけど、まあ、今回の翼くんは何も乗らなくても、ね、その辺を超えてきてるというところですね。そして佐野くんが入ってきましたね。33万7千。まあ、ヒューガくんに関しては31万7千で意外と
まあ、パス値は低かったという感じですかね。まあ、低くはないんですけどね、フェスコレ級のキャラクターよりも、ね、少し下がるのかなといった感じになってます。まあ、ただとにかく守備ですよね。オフェンスに関しては確かに直近のフェスコレを超えるキャラクター、まあ、翼くんとかかなり大きく超えてたりとか、まあ、ドリブルだったら超えるとかパスだったら超えるみたいなキャラクターはいたんですけど、守備に関しては松山くんは強いですね。松山くんは39万ですか、読み勝ちが乗って39万、乗らなくても32万9千ということで一番高いですね。シェスターの中央バイタルの数値よりも高いということで、まあ、この辺は結構驚異的ですね。まあ、読み勝ったらもう絶対取るみたいな感じになってます。まあ、逆にですけども、まあ、翼とかですよね、海外キラーが 10% 乗っても27万3千で、フォワードのヒューガくんですね、ドリコレフォワードのヒューガくんの27万3千と同じということなので、まあ、そのレベル の、 守備値っていうのが特技乗ってもそんぐらいしかいかないという感じですね。この辺が極端だなというふうに思います。パスカットですけども、パスカットに関してもこれだけの面々がいて、松山くんが、まあ、読み負けても一番高いですね。まあ、この辺はすごいですよね。そして読み勝ち乗ると40万ということで凄まじいと。ロベルトが33万、中央バイトルにいるシェスターが32万9千、まあ、これでも十分高いんですけども、まあ、そういったところも松山くんは超えてきたというところです。というところで、まあ、逆にですけども翼くんとかが海外キラー乗って26万1000、これはマーガスのペナルティエリア外と、外の数値よりも下という感じですかね。まあ、なので結構やっぱり直近の、まあ、今回出たキャラクターの守備値っていうのはだいぶ低いと。まあ、ヒューガくんとかも20万ということですね。まあ、なので一概にすげえブーストしたかって言われると難しいんですけども、何か局所的になんかめちゃくちゃ上がったなという感覚に襲われますね。なんかどっかがすごい下がってどっかがすごい上がったみたいな感じの調整になってるのかなと思いました。はい、というところで、まあ、今回周年一発目見ていきました。いかがでしたでしょうか。まあ、結構数値がですね極端というか、まあ、翼くんとかに関してはオフェンスだったらロベルトのゾーン最大値を普通に超えてきたり、パス値なんでほぼ同じだったりとか、まあ、そういうところなので、まあ、めっちゃ強いのかなというふうには思うんですけど、守備ですよね。翼もヒューガも、まあ、新田も佐野も誰も、まあ、松山くんはできましたけど、なんかすげえ OMF とかフォワードのキャラクターの守備力が急にガクッと下がった代わりにオフェンス力が半端なく上がってるということになってましたね。まあ、松山くんに関してはオフェンスもディフェンスもできるっていう感じなんですけど、数値がえげつないことになってましたね。読み勝ったらまあ絶対止めるぐらいの感じになってましたし、ブロックで読み勝っても十分止まるぐらいのレベルになってたんで、まあ数値上がりましたねというふうには単純に思いました。まあ、ただなんか上げ方が両極端というか、まあ、守備を一気に下げてオフェンスだけめっちゃ上げたりとか、まあ、こんな感じのステータスが上がったキャラクターたちが今後続いていくのかなというふうに考えると、まあ、少し、まあ、ぶっちゃけ様子見たいよねと思っちゃうところもあるかもしれないですけどね。まあ、安全に行くんであれば、まあ、この日本ガチャに関しては2週間ぐらいやってますから、まあ、次のドイツの数値見たりとか、まあ、一応この後動画で選手調整来たキャラクターとか新しく潜在覚醒来たキャラクターの数値チェックもやっていくんですけど、まあ、絆とかが全然解放されてなかったんで、まあ、実質オンラインで使えるようなキャラじゃないのかもしれないですけど、まあ、一部数値がそれなりに上がってる選手も、まあ、いるのかもしれないので、まあ、その辺見てからとか、まあ、そういうところで考えてもいいのかなというところですかね。まあ、ただオフェンス力に関しては本当に翼くんは超フェスとかはかなり超越した数字にはなってましたね。こういうのが続いてくるって考えるとちょっとどうなんだろう、ここが最大値なのか、それともフェスコレ、フェスコレがさらにぶっ壊れてくるのかというようなところがちょっとドキドキしちゃうような感じがしますね。キャラクターに対する数値の質問とかがあればコメントの方で、まあ、ぜひお気軽に聞いてください。まあ、僕の分かる範囲で答えれることはやっていきたいなと思います。まあ、チムスキとバフとかの関係は今日はやってないですけども、まあ、前回の動画で77にして絆が 2% 下がるっていうところと、75にして絆が
2% 上がるっていうのは絆上げた方が現状は上がりやすいんじゃないかなっていうのが僕の見解です。まあ、ただ単純にチームスキが上がって絆が維持できるんであればそれが一番高いに決まってるので、まあ、今回の翼くんとひわくんのチームスキっていうのはもちろん使えるに越したことはないのかなというふうには思います。いつもご視聴ありがとうございます。少しでも役に立ちましたらぜひ高評価よろしくお願いいたします。それではまた。